あいつ、手伝ってやるか。俺たちでやってみるか。これも使えるのか。集めておこう。どんな素材も無駄にならないからね。いいもの手に入るかな。
今なら鍵が作れるかも。今日は一発中心が開けてます。ふぁー、ライさん、今お願いしてもよろしいですか。やっとる、エイザー。ここで、エイザー、つくよ。ライザーキック、攻撃の速度を上げます。見切れるかしら。マイフだけ回転特攻、貫け。なったと思うだろう。油断しました。どこに行こうかな。ここにし、これでいいね。報告に行こうか。何作ろうかな。ここでいいのか。この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。限りを尽くしましょう。有効活用してくれるよね。さあさあ、集めちゃいましょうね。これで助けになればいいのですが。
すぐ近く。ここがいいな。遠くからでもわかるくらい咲き乱れた菜の花よ、本当に綺麗ですね。あの人、何してるんだろう。いいもの、手に入るかな。これで依頼完了だな。集めておくか。敵です。注意してください。戦争は俺が作る。ボス。終わりです。どんな敵にも油断するなよ。終わりです。終わりです。攻撃。これだ。ライザさん、お願いします。容赦なしの仰ぎ方、見せます。私の抜刀は一回じゃ済まないわ。光の吹雪、北斗ご覧あれ。剣、みんなに力を与えて。届いて。終わりです。届いて。それいかがでしたか。抜かすよ。そこよ、そこも。こっちの倒しました。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。お前すごいな。キル切れますよ。気だらけよ。終わりです。せーの。わかりました。ライザさん、連続攻撃。キルの追加か。気だらけよ。やめなさい。アップの砂浜で切れますよ。まだまだ負けよし。今のでいけそう。やったね、ライザ。ただの扇と思わないでくださいね。とっておきの必殺技だ。行きます。今なら鍵が作れるかも。みんな無事でよかった。鍵を準備しておいてよかったですね。
集めておこう。チュア。どんな素材も無駄にならないからね。ライザなら有効活用。敵です、気をつけて。ライザの錬金術、はい、期待してるぜ。そりゃー、終わりです。行きます。不思議かも。いかがでしたか。さあ、わかりました。ライザさん決めます。はい、ライザさん、お願いします。これでおしまい。もっとにあげるよ。直さないと。次の攻撃につなげます。私の力使ってください。始めるよ。いっけ。ありがとうございます、ライザさん。はっ、はい、決めます。届いて、届けます。ちょっとやばいな。任せろ、ライザね。止めてみて。行きます。仕留めます。おう、これを使うべきですね。ベデリーカ、どうだ。行きます。決めますよ。これ使っちゃおうかな。リアン、頼めますか。これで止めてみろ。いざ、届いて。効かないぞ。しまった。この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。なるほど、すごく綺麗だろ。たまにお願いして少し摘ませてもらうんだ。敵です、注意してください。パティ、一緒に戦おう。フェデリーカ、はい、この、わかりました。ライザ、ライザお願いします。はい、連続攻撃。これは戦いだよ。めっちゃ高い。届いて、そこよ。この時、隙だらけ。次の攻撃につなげます。畳みかけましょう。いいね、パティ。わかりました。ライザ、お願いしてもよろしいですか。はい、連続攻撃。待ってください。よし、一匹やっつけた。キル、やったね。成功。わかりました、ライザ君。容赦なしの仰ぎ方見せます。この、せーの、これでこんな突きだらけを止めます。決めます。わかりました、今のライザ君。はい、やるよ。終わりです。
ておきの必殺技だ。あ、行きます。今なら鍵が作れるかも。切れます。おしまい。ライザさん、お願いします。問題はありませんでしたね。油断しました。つかねえとな。とりゃ敵です。気をつけて。ライザの錬金術期待してるぜ。届いて。終わりです。ちょっと不思議かも。どうだ、抜かすよ。みんな連続攻撃。心配するな、パティ。ボス任せるよ。見切れるか。これどうだ。必殺狙い撃つ。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。二刀で決める。そりゃもっとあげるよ。ここは任せる。やべ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。下だ。さあ、せーの。一匹やっつけた。やったね、ライザ。おう、任せろ、フェデリーカ。おりゃ見切れるか。おりゃ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 。連続だ。私に任せて。防げないだろ。こっちだ、こっちだ。くへー、やばかった。皆さんの力になれるよう精進を続けます。一度体勢を整えましょう。敵です。気をつけて。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。油断するなよ。戦闘は俺が止めるよな。これでいいです。やれないんだから。抜刀術の極致を。荒々しく激しく。実は守りが熱い。集中限りの力なんていい感じよ。フェデリーカ、蹴っ飛ばす。速さの限界を。なあなあ、ちょっと鍵作ってみないか。今はうまくいきそうな気がするんだ。よっ、じゃあ。そりゃよっ、どうだ、どうだ。それなあなあ、ちょっ
と影作ってみないか。もちろんよ、ハギ。今ならうまくいきそうな気がするんだ。行きます。そりゃ決めますよ。ベリーさん、頼める。くじ刺しはいかがですか。そりゃそりゃ、これもどうぞ。こんなこともできるんですよ。よく切れる前でしょ。だが気をつけて、何か来るよ。こいつは痛いぞ。くへー、やばかった。少し強くなれた気がします。問題ない。みんな敵よ。ベリーさん、これから離れるなよ。ボスさん、終わりです。お願いします。やれないんだから。今なら鍵が作れるかも。リアン、頼めますか。これおしまい。任せろ、ベデリーカ。リアン、ここは私に任せて。それ、いけ。効かないぞ。おりゃ、俺の勝ち。バンバン切るぞ。よし、こっちのは倒した。リアン、すごい。これが経験の差なのかしら。よっ。心配するなよ、パティ。これおしまい。任せろ、ボス。みんな気をつけて。何か来るよ。くらえくん、貫く。おりゃ、今なら楽に倒せそうだ。手伝って。さあさあ、集めちゃいましょうね。みんな、敵よ。フェデリーカ、一緒に行くよ。届いてよ。よろしくお願いします。覚悟してください。届いて。セーフ。そこよ。わかりました。わかりました。大丈夫。はい。見てた。抜刀術の極致を。ただの扇と思わないでくださいね。今なら鍵が作れるかも。なります。せい、行きます。そこよ。いかがでしたか。行きます。仕留めます。そこよ。決めます。行きます。いかがでしたか。どうしようかな。大盤振る舞いよ。ありがとうございます、ライザさん。行きます。そこよ。決めます。いかがでしたか。こんな、これでおしまい。これで、ライザさん、お願いしてもよろしいですか。皆さん、注意してください。もっとあげるよ。キュー、連続バーゲー。もう逃げられます。逃がさないんだから。私たちの勝ちだね。俺、強くなったと思うだろ。みんな無事でよかった。いいものが手に入りそうな予感がします。今度にしよう。またよろしく。おーい。
ても綺麗。少し、ありがとね。寄っていってもいいですか。とりゃ。ライザなら有効活用してくれるよね。さて、どこで使えるんだか。どんな素材も無駄にならないからね。竜に関するものは結構あるみたいだけど、前に一人で来た時はそれすら見なかったな。何作ろうかな。どこに入れよう。まだまだすごくなるかも。いいか、よし、行け。どれにしようかな。どれにしようかな。どこに入れよう。入れる場所は、よし、行け。どれに。源者屋敷の裏に向かうなら夜のうちにと言っていたな。おーい、あそこ人がいますね。またよろしく。これで平気だと思うんだけど。どうにかできたな。懐かしい気配がするな。リーラさん、アンペルさんもいるの？おいおい、一応はお忍びの階段だぞ。そう大声を出すな。ごめん、久しぶりでつい。ああ、一年ぶりくらいか。といっても、お互い顔は見せられた。
なんだよ、二人とも全然元気そうじゃねえか。捕まったって聞いて心配してたんだよ。怪我や病気はしてませんか？当たり前だ、私はついているんです。そりゃそうか。やれやれ、あの頃に戻ってるな。話したいことが本当にたくさんできちゃってさ、そこから出られないの？なんなら今すぐ出そうか？まったく、だから自重するようディアンに言いつけたんだぞ。我々には我々の算段がある。出るときは勝手に出るから心配するな。わざと捕まってるってのか？まあそんなところだ。当面はお前たちの方で探索を継続してくれ。我々の方からも情報を出す。本当に昔のことを思い出してきたよ。遺跡の調査は進めておくよ。二人が調べられなかった奥の方も行けそうなんだ。あの辺りは人の手も入っていない。私たちも十分に調べられていないから慎重にな。やっぱり異界の門があるのかな。私の見立てではな。竜の嵐が果たして大進行を示しているものかは。ねえパティ、たびたび話に出る大進行って何？異界の門から敵フィルフサの大軍が現れ、土地をめちゃくちゃに荒らす現象みたい。私もこの目で見たわけじゃないから実際にどれくらいひどいのかはわからないけど。その大進行ってやつが里だと竜の嵐と呼ばれてるって考えたわけか。レント、タオ、この辺りの地図は役に立たん。自分の目と足で地勢を感じながら進むよう心がけろ。奴らの痕跡を見慣れたお前たちならそれをたどって門までたどり着けるだろう。たく、責任重大なことを弟子に押し付けてくれるぜ。私たちの方はもう少し時間が必要だ。しばらくの間任せたぞ。うん、皆さんと過ごしていると一日が過ぎていくのが早いですね。準備が整ったら遺跡探索再開だな。鈴の力試してみよう。こんだけ見事に咲いてるんだ、魔物に荒らされてもらいたくねえな。どんな素材も無駄にならないからね。とりあえず集めておく。
中ふわふわもふもふです。ありがとね。どうですか、問題なさそうですか。脅威ではありませんね。ディアン、やっちゃおう。届いて頑張ろうな、大サレ。ここでも、わかりました、大サレ。切れないんだから。切れます。届いてあげるよ。それ私の抜刀は、一回じゃ済まないわ。この敵、隙だらけです。容赦なしの煽り方、一気に里にかけましょう。さすがね、トリー。そこよ、やりましょう。飛べ、終わりです。これは冷たいよ。はっ、叩くよ。決めますよ。決める。あたしたちの勝ちだね。まだまだ戦えるぜ。こいつらなら余裕ね。ライザの錬金術、期待してるぜ。もう最高なんて、一応不思議かも。仕留めます。わかりました。お願いしてもよろしいですか。連続攻撃、熱いのをあげる。で、いきます。抜刀術の極致を。その敵、隙だらけ。次の攻撃につなげます。畳みかけましょう。さすがね、パリ。わかりました、ライザさん。今なら鍵が作れるかも。キル、止めます。これで落ちないよ。策を上げる。よし、今ならいけそう。はい、やったな、アイダ。あたしたちの勝ちだね。こいつらなら余裕ね。わかりました、錬金ライザさん。期待してます。はい、一緒に戦おう。私の抜刀は、一回じゃ済まないわ。容赦なしの煽ぎ方、見せます。今なら鍵が作れるかも。ここで終わりです。行きます。わかりました。あいつやばい。お願いしてもよろしいですか。みんな気をつけろ。終わりです。はい、よし、今なら行けそう。これを受けて、平気でいられる。舞い吹け。回転特攻、貫け。ライザさん、お願いします。してもよろしいですか。問題ありませんね。俺たちの勝ち。えい、敵です。注意してください。わかりました、お願いします。敵にも油断するなよ。戦闘は俺を変えるよな、ボス。私の抜刀は、一回で済まないわ。容赦なしの煽ぎ方、見せます。今なら鍵が作れるかも。お願いします。届いて。よし、気だらけ。いけそう。決めます。さすがですね、ライザさん。舞い吹け。はっ、はい、せーの。こんな気だらけ。とがりで、はい、連続攻撃。皆さん、みんな無事でよかった。こいつらなら余裕ね。ボースと戦うなんて、ちょっとだけ。どうだ、ライザの錬金術。決めました。期待してるぜ。抜かすよ。はい、キル、これでか。決めます。容赦なしの煽ぎ方、三つ守りが。ライザさん、お願いします。攻撃で倒せるかも。ちょっと自信が空いてる。その調子でお願いね。
せ。速さの限界は。この敵光だらけです。北斗ご覧、一気に畳みかけましょう。勝ちましたね皆さん。うまくやれた気がします。ここでよろし…とっても綺麗。少し寄っていってもいいですか。あいつ、話を聞いてみる。依頼完了だな。ライザなら有効活用してくれるよね。なるほど。竜に関するものは結構あるみたいだけど、前に一人で来た時はそれすら見なかったな。よし、それじゃあ試してみるよ。お？止まったか。うまくいったみたいですね。よしよし、やっぱり私の考えは間違ってない。今の私ならあの扉も。ごめん、奥に進む前にもう一つ試したいことがあるんだ。試したいことですか？前に開かなかったあの扉、今なら開けられる気がするんだ。あそこが開けば里との行き来も楽になる。行ってみようぜ。試しに表側まで回ってみよう。ここでよろしい？この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。いいもの手に入るかな。うん、やっぱりこれも光の種が動力、器具と同じような。だとすると周囲から力を集めて。よし、完璧。何をしたんだ？周囲の力を集めて鍵にしたんだよ。動力が光の種って分かったことでうまくいったみたい。おお、さすがだぜ。それにしても以前の古代遺跡とは開く仕組みの印象が随分違いますね。王都近くのやつね。あれは精密な仕組みをその用途通りに動かした感じだからね。その言い方だとここのは違ってるの？
開く仕組みが違うというより動力が必要だったの。その動力を周囲に埋まってる光の種から無理やり集めたんだよ。相変わらずすごい行為を簡単に言われますね。いちいち驚いてたら疲れるだけだぞ。いい加減ライザのやることに慣れちまえよ。よし、ここから本格的な調査開始だね。待ってました。ひとまず全体像を把握するために歩き回ってみよう。それでどこを集中的に調査するか当たりをつけるんだ。生き生きしたしたな。タオさんは遺跡に来るといつもこうなんです。まずは歩き回ってみよっか。ここに何があるのか把握しておきたいね。